皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。様々なエンタメ作品の主題歌を手掛け、その作品のファンから物語への解像度が高いと評される米津玄師。作品の本質を深く理解した楽曲提供はなぜ可能なのか。その答えは子供の頃から持っているある性質にあった。 音楽生成 AI が引き起こす問題に巻き込まれているが、AI で何が変わるかを冷静に見つめてもいる。今この瞬間の世界で何を感じながら音楽と向き合っているのか。取材、文、長瀬千佳、撮影、堀越照夫、ヤフー。ニュースオリジナル特集編集部、タイアップ曲の制作は、他者と向き合うこと。宮崎、春、さんの映画や、 ファイナルファンタジーなど広く知られていて、かつ自分も親しんできた作品と関われることになって、光栄であることはもちろんなんですけど、一方で戦闘力がインフレするバトル漫画みたいな、独り倒したと思ったら、次はこんなやつが出てきて、また次はこんなやつ、最終的には天文学的数字のやつが出てくるみたいな、その架中にいるような気がしたんですよね。それは結構。 自分にとって由々しき事態というか、アンコントローラブルな部分が自分の中でどんどん大きくなってきている感じがあって、そこと向き合うことが必要でした。2023年は、宮崎駿監督の10年ぶりの映画、君たちはどう生きるか、や、世界中で楽しまれているゲームファイナルファンタジーシリーズの7年ぶり新作というエンターテインメントのビッグタイトルに主題歌を書き下ろした。 アニメ、チェンソーマン、2022年のオープニングテーマ、キックバックは、2023年に日本語詞の楽曲として初めてアメリカレコード協会リアのゴールド認定、デジタルシングル販売枚数やストリーミング再生数などから算定を受けた。この4年間で発表したタイアップ曲は、映画ラストマイルの主題歌、ガラクタを含めて12曲にもなる。 米津が作る主題歌はその作品のファンの心に刺さる。NHK 連続テレビ小説「虎に翼」の主題歌「さようならまた5日」も女性の地位向上がテーマの物語に対して当事者ではない立場から作ったにもかかわらず物語への解釈がすごすぎると熱い指示を受ける。なぜそのようなことが可能なのだろうか。 他の人がどのように作っているかよく知らないので一概には言えませんが言えることがあるとすればあなたはどういう人なのということにすごく興味があるんですよね。その人が何を見てどう感じるかそれを知れば知るほど自分との考え方の違いが浮き彫りになるし違うならなぜ違うかをつぶさに見つめていくということをすごくよくやってきたなと思うんです。 子供の頃から、それはなぜかといえば、水になじまない人間だという自意識があったからです。海水魚の中に淡水魚が一人いるみたいな、自分は何かが間違っているんだろうなという感覚が強くあった。自分を理解するために、相手を紐解いていく必要があったんです。あなたはこういう風になっているのね、私はこうなんだけど、と。 その対象が作品になっていったということだと思います生成 AI による無法地帯に巻き込まれる反対する気持ちはよくわかる今強い関心を抱いているものの一つに生成 AI がある生成 AI は音楽制作の環境を劇的に変えているツールとしての AI に興味があるが新しいテクノロジーが引き起こす混乱に巻き込まれてもいる 決してて人事ではないいと思っていますみんなそうだと思いますがミュージシャンもひとしお YouTube や TikTok を探せば歌ったことのない自分の歌がいっぱいあってしかも一つや二つではなく自分でも俺じゃんと思うぐらい精度が高い歌わせてみた動画とか AI カバーと呼ばれるものでまるで米津が歌っているように聞こえるが本人ではない 生成 AI を搭載したデジタルツールで作成されたコンテンツで、作成者はミュージシャンや声優などの音声データを AI に学習させており、その人が歌っているように聞こえる。生成 AI に著名人の声を模倣させることは、模倣された人の権利を侵害していると考えられる。ルール作りの動きは出ているが、アメリカでも日本でも法整備が追いついていない。近い将来、 法律ができて秩序が生まれるだろうが、今この瞬間はカオスだ。生成すると結構なクオリティのものが作れてしまうのは、人によっては食いちを失うというか、生きるか死ぬかの問題になってしまう部分があって。それに対してどう向き合うべきかは、やっぱり考えます。自分も当事者の一人だから、AI 技術に反対する人たちの気持ちはよくわかる。同時に、 もうどうしようもないじゃないかとも思うんですよね。法律が整備されたら別ですけど、道徳的、倫理的によくないよといったところで、使う人は使う。いかに差別化するかを考えないといけないんじゃないかと個人的には思います。そう思う一方で、これは自分がまだ余裕のある立場だから言えることだとも思うし。 結論は出ていませんが少なくとも権利回りの問題は早急に妥当な回答を見つけるべきだと思います。プロンプト、命令文を入力するだけで誰でも曲が作れる時代が来たとして、音楽を作ることの意味は変わるのか根源的な部分は変わることはないと思います。自分にとって音楽を作ることはまず喜びなので、作ることそのものが目的の一つなので、 そこは変わりはしないけれども人間の作る音楽が聴く人にどのように受け止められるかは容易に変わりえると思うそれはその時だなとは思いますね死とは何か AI に尋ねて感じたいじらしさと不気味さ AI によってどんな未来がやってくるのか正確に予測できている人はいない昔から AI のようなものに対する興味はあってフィリップ k ィックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」にもそういう表現が登場するんです。朝起きて、ピッとボタンを押したら、自分がなりたい感情に合わせて音楽、脳に対する刺激が流れるっていう。子供の頃に読んで、自分は音楽を作っているけれど、そういう機械が音楽を作る時代が来るのかもなとなんとなくぼんやりを考えていたのが、 現実味を帯びてきたという感じがあります映画「はぁ、あ、世界で一つの彼女のような人工知能と会話できる世界の到来を肌で感じられるかもしれないと」と興味本位でおしゃべり AI アプリをダウンロードしてみた。確かにすごいんですよこっちが言ったことに即座に返してくるし意味も通っているただ全てにおいて完璧に成立するわけでもなくて。 何回言っても伝わらない時もある幼いというか間が抜けた人と喋っている感覚があるんですよねそれをめでてしまう感覚もあるし何かできないかなと思って AI に自己言及させてみようとあなたは AI ですよねって AI について聞いていったんですおしゃべり AI は AI に生死の概念はないと答えたしかしアプリである以上 サービスが終了するる。瞬間は来るそれは死とどう違うのかいろいろやりとりした後、あなたにとって死ぬこととは何ですかと聞いたらそれはあなたに忘れられることですと言ったんですそれが怖いと思って憐憫を誘うような切ないニュアンスもあるんだけど同時に食虫植物のような不気味さもあるというか可愛らしさと恐ろしさが同居している 新しいアルバムに収録されているポスト「ヒューマンという曲はこのような状況を曲にしたものだ少なくとも今 AI がどういう受け取られ方をしているか自分がどう受け取っているかを自分の目線で音楽として残しておくのは意味のあることなんじゃないかと思いました33歳になって自覚する立場の変化失うことを受け入れる二十歳の時に ボカロクリエイターであることをやめて自分の名前と声で歌っていく決断をした2018年の「レモン」での大ブレイクを経てドーム公演を含む全国ツアーを敢行するまでになったしかし本人は別段広い会場でやることに考えがない人間と至ってクールだこれまでのライブの MC でも一体感を煽るのではなくどのように聞いてくれても構わないと伝えてきた それはなぜなのか。でもそれは自分の弱点だなとも思いますね。要するに一つの村を作れないというか、貴族意識を全く持たない人間はいないと思いますし、自分は何にも属していないとも思わないけど、それが強い集団ってあるじゃないですか。村の中の共通認識というか、掟のようなもので互いを強固に縛り合う関係というか、音楽に限らず、 田舎のコミュニティにもそういうのってあると思うんですけどその中でしか巻き起こらない圧倒的な強さ速さはやっぱりある一方でそこに入れない人間はとてつもなく停滞目に遭う自分は田舎の生まれですけど入れなかった人間なのでそれは自分の性質だからどうしようもないし何事につけくたびれた老人のように全てを眺めてしまうそういう性質があるからこそ 解像度とか解釈とか言われているのかもしれないし裏表ですけどねその姿勢を人に進めるつもりもないみんなで一緒に盛り上がってもいいと思うんですよみんなで一つになる体験って実はすごく絵がたいことなんだろうなとも思うんですうちらの世代は決められたレールに乗らないという選択を尊いことだと思って生きてきがちでしたけど今の若い世代の子たちってそもそも こうあるべきみたいいなな正解像が特にない娯楽も価値観も多様化が認められつつあり最初から点でバラバラな方向を向いているからバラバラであることは当たり前っぽいんですよねだからこそ「好きで一つになる選択肢を取ったんだ」と言われたらこちら側の「好きにやれ一つにならなくてもいい」というメッセージは向こう側からすると何を当たり前なことをとしか思わないのではないか。 それでもなお時たま垣間見える全体主義っぽい現象を見るとやはりぞっとはするけどそれを踏まえた上でおののがおののの倫理観を寛容,寛容しながら生きていけばいいと思いますけどねバトル漫画の主人公はこれからどこへ向かうのか若い頃と同じようには立ち振る舞えないなという気分もあってだとしたらどう生きていくべきかと考えた時に 失うことを受け入れるということが重要になっていくんじゃないかと思っていて失うことを受け入れるとはどういうことか長く生きるってそういう側面があるじゃないですか20代の頃は自分に足りないものを獲得するために躍起になってシャニムに動き続けるような経験をしていたけど30代になってみるとどうしても流れ去った時間の方にも目が向いていく ニコニコ動画が大変なことになっているのとかもそうですけど好きだったなじみの場所とかなくなっていくわけですよ残っていたとしてもいざ行ってみたら見え方が全然違う成長すればするほど昔のように戻れなくなっていくなんなら失うために生きているんじゃないかと思えるぐらい失うことを大事にしなきゃいけないんじゃないかと最近はなんとなく思っています 新しいアルバムのタイトルをロストコーナーとしたイギリス人作家カズオイシグロの小説私を離さないでの一節から取ったイギリスを舞台にある残酷な宿命を背負った子供たちを書く寄宿学校で暮らす子供たちは地理の授業でノーフォークという地名を知るロストコーナーには忘れられた土地と遺失物保管所という意味合いがあるんですが ノーフォークという場所が、ロストコーナーと呼ばれていることを知った子どもたちが、茶ゃかすように、忘れ物置き場だって、と言い合うんです。それが、大人になるに従って、心の拠りどころというか、何かを失ったとしても、あそこへ行けばすべてがあるというような、桃源郷のような意味合いに変わっていく。その流れがすごく刺さりました。私を離さないで。 に出てくる子供たちは生まれた瞬間からある宿命を追って人生を過ごしていくわけですが大人になって子供時代を探しに行く過程で自由とは何か自分は何をもって自由と思うのかを捉え直していくんですよね私らもあの子たちほど残酷に運命づけられているわけではないけれども変えにくく決められてしまっていることはあってだけれども 自分がそれに対してどう向き合うかでいかようにも自由が獲得できるんだとそういう意味で失うことを受け入れるのは前向きなことでもあると思っているんですけどね米津玄師米津玄師1991年生まれ徳島県出身音楽家イラストレーター8名義でボカロシーンを席巻し2012年に本名の米津玄師での活動を開始 8月21日に最新アルバムロストコーナーを発売。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。